大桑、オーク新宮中市、町店とは、和歌山県新宮市に存在する、大桑のショッピングセンターである。前身は、ペアシティ新宮。アーケード商店街の新宮中市町商店街と、タンツル商店街をつなぐ場所にある。1959年2月27日、主婦の店、新宮店として開店した。和歌山県では、初となる。 セルフ式スーパーマーケットであり、後の大桑にとっては、スーパーマーケットとしての一号店だった。1968年には店舗を建て替えて、リニューアルし、主婦の店、新宮店から新宮大桑百貨店に改称した。この際の建物が、後のジョイ館である。かつてジョイ館の屋上には、遊園地があった。1988年には新たにライフ館を建設し、 12月には、ライフ館とジョイ館からなる、ペアシティシングルが開店した。ライフ館には、多くはアミューズメント関連の店舗があり、立体駐車場が併設されていた。1999年4月30日には、シングル思考外に、ジャスコシングル店が開店し、ペアシティシングルの客数が減少した。また、2001年には、 新宮市立市民病院も郊外に移転し、新宮市の中心市街地から人通りが減った。2005年3月5日には、新宮市郊外にスーパーセンターオークは南起点がオープンした。スーパーセンターオークは南起点との差別化を図るために、ペアシティ新宮は、電気器具、スポーツ用品、書籍などの売り場をなくし、上位イの1階から3階は100円ショップ、4階と5階は、 ゲームセンターとなった。ライフ館の映画館、スポーツジム、食品売り場は残った。2007年3月には老朽化していたジョイ館の営業を終了したことで、8173平方メートルだった売り場面積を約20%縮小した。これに伴って、ペアシティシングルから多くは、シングル中止、町店に改称し、3月17日に改装をオープンした。 改装オープン後の売り場面積は、直営部分が5271平方メートル、テナント部分が1259平方メートル。100円ショップとゲームセンターが入っていたジョイ館は、取り壊された。2008年5月には跡地にツタヤウェイ新宮中止、町店が開店した。店舗の南側ライフ館多ジョイ館タジストシネマ、新宮に関するカテゴリー。ありがとうございます。